ちょっとこれ埼玉県相当やばいですよ私ツイッターで法律をねえー、緑地公園法だっけなツイッターで言ったんですけども今回埼玉県が何を根拠に中止を出したかというと都市公園法の第1条に反するということを理由にして埼玉県はあの許可の取り消しを表明したわけなんですで都市公園法第1条って何かというと都市公園はこうあるべきだという 法の理念ですよ。これ一条ですからざっくりとした理念だけしか書いてないわけですね。それに反するってわけですよ。普通だったらなんか下の方の具体的な条文を持ってきてほら違反してるっていうのはわかるんですよ。でこの法はなんとかのためのっていう目的を語ってるそれに違反してるってわけですよ。でそこにですね「公共の福祉の増進を目的とする」って書いてあるんだけども今回の水着の撮影会というのは「公共の福祉の増進に反すると」「従って貸しません」ってだって最初から分かってるだろうって話なんですよ。 そうそうだから LGBT と一緒で理念を語ると何でもできちゃうんですよこうやってねだからこういうふうな運用っていうのは私はやりすぎだと思うんですよね私これツイッターに書いたんですよイベント中止のお知らせって「日本共産党のイベントは日本共産党が目指す共産主義の実現が公共の福祉の増進に反し都市公園法第1条に反するため中止になりました埼玉県知事って書いたんですけどもね共産党の目的って共産革命ですからねこれって公共の 福祉の増進に反すするんですよこれということは日本共産党のイベントは全部中止ですよ都市公園法1条の精神に反するって言ってだから今後ね日本共産党のイベントをするってっ埼玉はえ都市公園法第1条を理由にね使用不許可を出さなきゃダメですよそうじゃないと二重基準ですからね大体ね監視対象団体ですからね共産党なんて。 派防法のねね共産革命でですすよ皇室だと国,国体破壊ですから、ね、これ本当実力でやったら死刑になるレベルの話ですから革命をやるって言って公然と言ってはばからないのは日本共産党とユタボンだけですから。<laughs> 恥ずかしいでしょ、それ。それ、公然と言ってんですよ。だから日本共産党のイベントは公序良俗に反するんですよ。公園貸しちゃダメですよ、埼玉県。いいですかもしね、埼玉県で日本共産党のイベントが計画されていたら、もしそれがこう場所が公園だったら、速攻ね、埼玉県に電話しましょう、みんなで。埼玉県公園緑地協会に電話しましょう。 これ公共の福祉に反しますよねって。共産革命ですよってえ。これ都市公園法第1条に反しますよねって。そうじゃないとダブルスタンダードですよって言ってみんなでね、抗議した方がいいですよ。日本共産党のイベントは粉砕しましょう。公演を使っちゃダメです。公共の福祉に反しますから。から別に埼玉県じゃなくていいですと、全国で共産党がイベントを開いたら、計画したら潰しましょう。今回ね。 埼玉の共産党がこの撮影会潰したんだから。だったら結構です。共産党のイベントも潰しましょう。というわけです。まあ、ほんと共産党ってのはろくでもないことしかしないね。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。